写真拡大。西武11-3ソフトバンクオープン戦5日ヤフオクドーム。5日ソフトバンクはヤフオクドームで西武とのオープン戦を行い、3-11で完敗した。先発の武田翔太投手が3回を被安打8の6失点。宮崎での練習試合に続く炎上劇に、工藤公康監督は、ボールが走ってないという感じではないんだけど、変化球がストライク入らなかったり、カウント取れなかったり、悪い方向に行ってしまったかな。打たれた球は確かに高いっちゃ高かったねと振り返った。それでも、一つのきっかけで感じをつかめば変わってくることもあるとも付け加えた。武田の炎上に加え、現時点ではバンデンハークと東浜巨の出遅れも気になるところ。候補になる投手には練習してもらっているし、ピッチングコーチも苦しいかもしれないが、開幕ローテを6人作ってもらって、しっかりと戦えるようにねと、工藤監督。ソフトバンクの先発ローテ争いは、早くも先発ローテ選びになりつつある。また、開幕カードでぶつかる西武打線については、浅村くんが抜けてもすごい。金子雄二くんが出塁すれば得点になる。やっぱり1、2番の出塁でしょうね。嫌な打線であることは間違いないと警戒を強めていた。この日のホークス打線は内川聖一を6番に置き、グラシアルを4番に据えた。これについて指揮官はいろいろと考えてやっている段階。内川くんが5番ということもあるし、4番を打つ可能性もないわじゃない。まずは個々の調子を上げてもらえるようにやってもらうとした。藤浦一斗、風と藤浦。